こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回は、無課金デッキによる旧青銅高校の9000点チャレンジですね、やりたいと思います。山口、スバル、闇野、なるみ、友沢、で、カジ君と。で、今回は、試合経験点を持った変化球を多めに積んで、変化球固めで、旧青銅高校の9000点チャレンジに、チャレンジしたいと思います。で、これは後付け実況になっていて、達成ちゃんとできてます。行きましょう。友達スタンプと招き猫ですね。で、まあ、ポイントとしてはやはり、試合経験点を多く積んでおくこと、練習固めをすること、まあ、この二つに、まあ、かなり大事になってくるんじゃないのかなというふうに思います。で、もう一つ大事なことがありまして、まあ、この無課金デッキではできないんですけど、その、青銅高校、もしくはダイヤのエースのキャラクターをデッキに刺すっていうことが大事で、まあ、今回であれば、ナルミアとか、あとはフルヤ。まあ、前のバージョンのフルヤになるんですけど、フルヤ。あとは、あれですね、ライチとか、まあ、そのあたりの、青銅高校、もしくはダイヤのエースキャラクターを入れた、なんとか固め、まあ、筋力だったり、球速だったり、まあ、そういったことをできると、結局その青銅高校での固有の精神量イベントで練習を固定した時に、ターン数が長く、滞在してくれるので、まあ、大きいタックが引きやすくなるんですね。で、しかも、まあ、フルヤとか、フルヤじゃないですね、ごめんなさい、ナルミヤとか、あとはライチに関しては試合経験点持ちなので、しっかりとこのデッキコンセプトにも刺さると。いうところが、まあ、ミソになっていて、まあ、そういったところが大事になってくるのかなと。ただ、そればっかりやってても、そのデッキが揃ったやつでやってても、皆さんからも、いや、そのキャラ持ってないしとか、そのキャラの解放進んでないしとか、多分いろんな声が今までずっとあったんですよ。まあ、9000点チャレンジって、まあ、2回とか3回とかやれば、まあ、その自分の本赤だったらできるっていうところで、まあ、それ、じゃ、結構厳しいっていうお声を、もうその時に、あ、このタックうまいですね。監督もいますね。まあ、その時にいただいていたので、ちょっと、この、なんでしょう、サバカの方でも、なんとか達成できないかなってことで、まあ、こう、組んでいた時に、あ、火事入れたらめちゃくちゃ合うじゃんと。その結局、変化球のところで、試合経験点持ちで、しかも火事の場合は、試合経験点が 20% 入るので、めちゃくちゃでかいと。なので、まあ、こういったところで遊んでいけるんじゃないかなというところで、まあ、やりましたという話ですね。で、基本的に10月1週までは、全体的に、こう、味方の評価、チームメイトの評価を上げていくことが大事になります。あと、このデッキで言えば、山口の存在が非常に大きくて、結局精神ポイントを、まあ、技術を稼げる変化っていうのは、非常に増えたので、まあ、皆さん、こう、誰かしらをお持ちだと思うんですけど、まあ、家事含めてね。ただ、その、精神基礎もなを持っている変化球って、おそらく、今この旧青銅に連れて行けるのって山口しかいないので、ここはかなり大事になってきますね、というところです。あとは、いたら嬉しいのは大東とかかな。まあ、その辺とか、まあ、結構こう、変化球は、あとは、キノコとかね。結構いろんなキャラがサボり癖つきましたね。まあ、使えるので、まあ、ぜひ皆さんも試してみてくださいという感じです。で、ここは監督がいるので、変化球ダブル踏みながら、監督に行くという感じですね。基本的にダブルタックだったらそのまま踏んじゃっていいと思います。まあ、そのケースにもありますけど、体力の残り具合とか。ただ、基本的にはダブルタックが自然発生していれば、それもかなり強いので、踏んでていいんじゃないかなというところと、あとは今山口が評価いってないんで、ちょっとどうしようかなという感じに今なってると思います。で、やはりコツとしては、全体の評価を早く上げる。まあ、その、フランケンの小田とかいれば、まあ、いいやつが、ほぼ序盤に確定で入ってきて、すぐ上げれるっていうのと、まあ、このデッキで言えば山口とかっすよね。が、一応、ランダムですが、いいやつはくれるので、まあ、そういったところで、味方評価を上げていくのがいいんじゃないのかな、というふうには思います。で、練習試合は、時間の都合上で全部、コンピューターに任せていきます。うん。まあ、勝てば、試合経験点も積んでいるんで、そこそこ点数は入ってきますね。で、まあ、こういうダブルタックですよね。その、タック力があるキャラが、変化球練習にいてからのタックが大事です。まあ、その、タック力がないキャラクターも、まあ、このデッキだといないのかな。まあ、なるみとかも練習効果 20% か。このデッキだといないかもしれないんですけど、まあ、その、
ちょっとこう足らないなっていうキャラもいたりすると思うので、まあそういったキャラがいるときは3人待ちましょうというのはありますね。で、あとイベント数が多いキャラクターに関しては、これ自然発生3人めちゃくちゃうまいですね。イベント数が多いキャラクターに関しては、それだけポイントもくれるので大きいですって話と、今何をしているかっていうのは、びっくりが出ているので、コツを潰してあげて、しっかりと経験点をもらっていきましょうというところですね。で、取れない縛りとか、牽制は放置します。で、まあ、変化が、まあ、結構うまく絡んだんですよね。あとは、その精神量の方も、こうコツイベントではなくて、得意練習に集まるっていうパターンが、まあ、多めに引けたので、そこが良かったかなという感じはします。これは、なるみに行くのかな。一応、その、ランダムなんですけど、体力回復が、実質の方は入る場合があるので、まあ、そこも狙いながらっていう感じですね。ここで、ここ、大凶で寸前罰になります。で、まあ、友沢とか、あとは、まあ、古谷のグラウンド、そして、マスコ先輩の食堂なんかは、お、これうまいですね。あれだ。聖堂魂がね、非常に多く溜まるので、まあ、そのあたりもうまく使っていきたいですね。で、まあ、タック、まあ、人数をある程度固めた上で、練習をある程度こう固定した上で、聖堂魂を燃やしていくっていうのは非常に大事な動きになってくるので、そこも意識しながらですね。で、今のもダブルタックが自然発生で入っていたので、どこかこう精神練習、まあ、聖堂のところで固めるってよりは、まあ前に進んだっていう話ですね。で、ここで3000点出てます。めちゃくちゃ順調です。ここで3000出てれば。で、セクサンで5000点出てれば、まあほぼ確実に成功したと言っていいと思います。で、ここはダークネビュラを、まあ変化球上げてるんで、まあ勝負しに行こうかなという感じですね。で、球速は上げられてないので、ここはスルーしたって感じですね。うん、火事だね。うん、さすがに火事いきますね。で、ここで、聖堂魂がしっかり燃えましたと。で、まあ、こういう形ですよね。二人固定した上で、しっかりと燃やしていくっていうか、まあ、そういったところが、動きとしては大事になってくるかな、という感じです。で、今のは行きましたね。聖堂魂がなくなっちゃうかもしれないっていうのと。まあ、いろんな兼ね合いで、ダブルが、ただの自分で固定したキャラたちだったんですけど、行ったっていう感じです。でまあ、こういうダブルですよね。自然発生のダブルは、そもそもタックが強いですし、普通より。まあ、その固定するターンがなくなるんで、まあ強いなという感じはしますね。で、ここもトリプルタックが入ってくれましたと。で、伸びとかは、まあ取らなかったと思うんですけど、まあ取れないのか、そもそも。まあ他のところですよね。キレとか、あとは逃げ玉とかは、サクッと取っちゃった方がいいんじゃないのかなという感じです。で、ここも普通に攻めですね。スカウトの評価もちょっと上げれると。で、まだ切れないんですよね。これ、行くのかな？さすがに行かないか。まあ、自習の火事か。あ、休むんだ。休みましたね。まあ、体力回復がランダムになるんで、実質はね。多分そういうところかなという感じです。で、行くとこないんで、まあ、闇野かな。まあ、結局、闇野のタックがめちゃくちゃ強いので、まあ、この中では、まあ、その選択肢としては闇野なのかなという感じです。うん、ダブル、まあ、悪くはないですね。踏んでもいいっす。で、まあ、その3人とか4人とかのタックが一発くれば、それは当然大きいんですけど、まあ、そういう夢を見てるよりは、こう細かく刻んでやった方がほぼ確実にいくと思います。まあその僕がやった感じはね。山口でしょう。で結構もう精神が足りなくなってきてるんで、技術は全然余裕なんですけど、まあこういうケースが多いんでね。これはまあ行ってもいいけど、さすがにもう一人呼ぶかな。あ、行きそうですね。結構細かくこういった形で刻んでポイントを取っていってます。まあ、その、セクニまでが順調だった場合は、もう本当に、なんでしょう、その、ポイントをね、しっかりと集めていく方向に切り替えた方がいいんじゃないのかな、という感じはしますね。火事に関しては、まあ、この体力消費がね、
結構あるので、まあ、うん、まあその辺はいただけないかなっていうのはありますが。あと今僕が球速上げてますけど、筋力とかは、体力、まあスタミナの方ですね、に振っていった方がいいと思います。おー、うまい。4人タック。で、結局、その、まあ、試合操作入った時に、まあ、ある程度、こう、スタミナがないとすぐ降板させられて経験点落ちるっていうケースがあるので、まあ、僕は今回、まあ、結構こう、バーっと試合の方は進めてしまいましたが、基本的にはピンチャンしたりとか、まあ、ケースによってはサクッとするのも大事かなという感じです。で、今は5300点で、なんとか、ここ1000点は超えれましたっていうのと、マイブレイ成功させましたからの3人タックですね。まあ、結構難しいとは思います。この、9000点チャレンジの、旧制度高校に関しては、そんなに簡単ではないと思います。ただ、しっかりと、こう、論理付けた上で、まあ、どういうデッキを組んだらいいのかなっていうのと、立ち回りをしっかり覚えて、まあ、その、やることをやっていればっていう話にはなるんですけど、そうすれば、そんなに難しいことはないんじゃないのかな、というふうに思います。まあ一応この無課金デッキでもできたっていうのがまあその一つの証明なのかなという感じではありますね。で、まだまだこれからかな。で、ここ体力下がるんですけど、まあまあしょうがないと。これは一回休みですね。あー休めなかった。ただタックもしなかったんでスバルでいいですね。あーうまいっすね、3人。普通に行きましょう。まあ、今みたいな、こう、失速のターン、まあ、体力回復できないとか、タックがあんま引かんないっていう時があったとしても、それなりには進めていけるので、まあ、そんなに心配しなくても。で、ここはさすがに攻めですね。3人タック自然発生なんで。まあ、こういうのに勝てるかどうかも大事になってくると思います。まあ、行くかどうかっていうのも大事になってくると思います。まあ、目安としてはやはり、セクニ3000、セクサン5000で来ていれば、ある程度順調なので、まあ、そのリスク、まあ、何パーセントの怪我率なのかっていうところと、まあ、いろんなことを見ながら、まあ、タックは踏んでいくといいんじゃないのかなという感じです。で、これ山口ですね。で、まだ全然イベントが完走してないってね。これ多分もう一回行くんじゃないですか。そろそろ聖堂魂燃やしたいもあるので、多分古屋に行くと思います。で、古谷がここ成功すればの話なんですけど、聖堂魂がかなり入るんで、そこで燃やしていけるという話ですね。で、固定も2人しているので、タックが、まあ、2人、まあ、3人以上とか入ればかなり強いっていうのはあります。うん、で、精神がなくなって、スタミナがあんま触れなくなってますね。筋力も足りてないという感じはあります。行きましょう。で、勝てました、と。で、試合の方はもう全部カットしてるので、まあ皆さんにサクサク見ていただけるとは思います。で、ここで3人タックですね。めちゃくちゃうまい。で、ここは何にも光っていないので、当然人を固定しに行きます。で、グラウンドの山口しかいないんで、今回はグラウンドですね。うん。まあ、スタミナ、と、あとは、火事が成功すれば復活が入るんで、まあ、そこを、しっかりと、取っていくのが大事かな、という感じはしますね。で、ここシングルタックなんで、当然ながら、精神病に行きます。で、スバルしかいないんで、スバルですね。山口がびっくりしてたんで、まあ、ピンチが取れてれば、それを狙いに行くのも、別になしではないと思います。ただ、ここで4人タックが入ってくれましたと。4人タックで威力これだからなかなか何とも言えない感はあります。ピンチ。うん、変化量は盆栽で旧制度で766だったらめちゃくちゃ伸びてると思いますね。まあそのダークネビュラを覚えられたっていうのもありますが、なんか見栄えも良くなってきましたね。で、マインドブレーカーはしっかり取って前に進みましょう。で、79ヨルト。まあ、この辺の試合経験点がマジでめちゃくちゃ大事ですと。で、ここに関してはシングルタックしか入っていないので、
変化でなくてもいいんですが、まあ、今回は踏んでます。まあ、次にタクが発生するかもわかんないのと、あとは今経験点一応確認して、あ、まあ大丈夫だなっていうところで、じゃあちゃんと重なしして、試合経験点で伸ばしていこうというところですね。うん、もう技術がなかなか吐けない。まあ、打球伸びとかを最悪取れば、まあ、吐けてはいくので、まあ、そういった使い方ですよね。なんで、山口入れててもこれなんで、まあ、山口は、ほぼ、まあ、旧聖堂高校には必須かなと。まあ、この高校であれば、ルシファーとか、まあ、別のキャラもさせるので、まあ、そういったところでもいいんですが、まあ、旧聖堂に関しては、変化固めをするんであれば、山口は必須キャラかな、というふうに思います。まあ、打撃固めとかもね、まあ、まあ、なんでしょう、オーダーじゃねえや、岸田とかも入ってきたんで、まあ、だいぶ楽にいけるんじゃないかな、というところと、一番最後も、試合経験点しっかり積んでいるんで、138オール入ってきてくれましたというところで、ゲームセットになります。もうかなり駆け足で、まあこういう15分ぐらいのサクセスで、旧聖堂高校をなんとかできたりもするので、ぜひぜひ、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。まあ変化固め、打撃固め、まあライチとかがいれば筋力固めもかなりおすすめの構成になっています。ということで、9584点。なんとか入れられましたと。で、ここは特に何かする必要ないんで、育成加入をします。で、S2 でしたと。まあそんなもんですよ、ね。頑張ってきても多分 S4 とか5とかが、まあ目いっぱいだったのかなという感じはしますね。で、聖堂高校は、なんとか終わりですと。いうところで、まあそんなに簡単じゃないとは思います。ただ、その、無課金だからとか、未課金だからとか、まあ、こう、まあ、できないことはないと思うので、結構いろんなキャラ集まりますし、やっぱりパワープロを長くやっていると。まあ、本当にこう、使えるキャラクターっていうのは皆さん、こう、個々でデッキ違うので、まあ、今僕がこれこうだ、ああだって言えないんですけど、皆さんのお手持ちから選出したキャラクターでもできる、デッキが、まあ、打撃固め、筋力固め、変化固め、まあ、いろんな固め、まあ、メンタル固めですらね、いける可能性あるので、まあ、そういう固め系をね、使いながら、旧聖堂高校はやっていただけるといいのかな、というふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。